写真家の木村拓磨と申します。2月15日から私の個展インサイドという個展が始まります。今回のこのインサイドっていう個展なんですが、もう私の身の回りにある風景をメインに撮影をしています。どうしてもその風景写真ってなると絶景の有名なところに行かなきゃいけないとか、あと景勝地にやっぱり行って撮影するっていうのは風景写真だって思っている方も多いかもしれないんですけど、やっぱりカメラ一つあれば身の回りの風景って作品にすることができるので、僕の場合は身の回りにある風景だったり、あと落ち葉だったり、あとはもう川とか滝ですね、そういった景色をですね OM のカメラを使って撮影をしたものを展示させてもらってます。やっぱり OM の僕の場合は防塵防滴とか、あとハイレゾショットすごく好きな機能なので、そういったものをフルに活用した作品が多く展示されていると思います。でプリントのサイズの B0 サイズという大きいプリントが数多く展示されていますので、まあ、離れてみてもいいですし、やっぱりこうまじまじと距離を近づけて見ていただいて、ここまで映るカメラなんだなとか、ここまでディティール楽しむことできるんだなとか、あとやっぱり僕は普段どういった景色を見ているかっていうのを追体験してもらえたらいいかなと思っています。なのでぜひね、この2月15日からの、インサイドという個展楽しみに皆さんしてみてください。ギャラリーの中だけではなくて、クリエイティブビジョンの方でも作品の方を展示させてもらっています。中にはプリントにできなかった、セレクトが漏れてしまったような作品も数多くスライドの方で流させていただいてます。あとは OM の動画機能を使ってですね、僕が普段撮影している自然風景を被写体にした動画作品なんかも上映をしていますので、そちらもぜひお楽しみにしてください。ありがとうございました。